こんにちは、デリッシュキッチンです。サンタボーブラウニーを作ります。いちご9粒を用意し、ヘタを切り落としましょう。フライパンにくるみ 50g を入れ、中火で軽く炒めます。冷ましてから大きめに砕いておきます。ボウルに卵2個を入れ、砂糖 80g、 牛乳大さじ2を加えてよく混ぜ合わせます。別のボウルにチョコレート 120g を割り入れ、無塩バター 70g を加えてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで40秒加熱します。混ぜて粗熱を取りましょう。薄力粉 70g、 純ココア 20g、 ベーキングパウダー小さじ 1/2 と一緒にふるいましょう。よく混ぜ合わせます。卵液を4回に分けて加え、その都度混ぜましょう。ツヤが出てきたら切るように混ぜ、くるみを加えます。まんべんなく混ぜ合わせましょう。クッキングシートを敷いた型に流し入れ、表面を慣らしたら170度に予熱したオーブンで20分焼きます。冷ましてから9等分に切りましょう。ホイップクリーム適量を塗り、いちごをのせます。先端にクリームをのせて、残りも同様に作ったら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。